ミルクサッカーアカデミーのオーバーでございますよ。ノーミルクサトでーす。お願いします。お願いします。今日もより面白くサッカーを見たいなと思ってます。ありがとうございます。お授業お願いします。今日こちらですよ。ドン出ました。 2021年徹底解説、夏始まったか遺跡のコーナーありがとうございます。すごい、ピーなサムネですね、今日はね。そうなんですよ。今回は、まあ、主に3つ。まあ、江坂選手は結構取り上げてますけど、そうなんですよ。まずは、発生したね、この柏から浦和っていう、まあ、江坂選手だったりとか、あと、こちらもついに、まあ、こちらも始まりましたよ。夏始まったか、J2 から J1 への遺跡ということで。気になるでしょう、これは 鈴木淳也選手そしてあとはどうやらこれ近々起こるんじゃないかと言われてるのが広島から清水にセンターバの茨城選手が移籍するんじゃないかっていうところとあと他にもね気になる移籍いくつかあるのでダンクレー谷口加藤あと塩谷宮一奥川坂今いろいろありますので図解のもの三つ含めた上でいろいろ行きたいなと思いますよろしくお願いしますじゃあまずこちらから行きましょう一つ目ドンドン出たはいまずは鈴木純也選手でございます ブ、えー、ブラウブこのたびね、ジェツブラウブリッツ、秋田から J1FC 東京へと移籍することになりましたと、これが出るのが6月27ぐらいにこれ、動画出てるかなと思いますが、実節、愛媛戦だっけかな、うんでえー、までやって東京に行くとのことなので、あそうですかはい6月26の試合でホームラストではあったんですけど、あともう1戦残ってると。で、これもまあ、一応、あれなのよね、うん、鈴木純也選手、一応いろいろ、なんだプロフィール振り返っていきたいんですけど。はははいはい、はい もともと大学の早のワスダン、キャプテンやってましたはい。そこからドイツの3部のアーレンというチームに行ったんですけど、そこから藤井田にやってくれて、まあ、ある意味逆輸入だったんですよね、ちょっとね。そこから藤井田、結果残して秋田に行って、秋田の,、ね、あの伝説の2020のメンバーになりまして。はいはい で昇格させて J2 でもね34ヶ月戦ったところで J1 に呼ばれたと。なるほどね。これ見る若でも結構長いこと言ってましたけど鈴木純也を取らなかったらおかしいぞってこのラツレベルだったんでまあどこが取るのかって話でしたが、ね、東京が取ったと。へえ<ー>、うん、アスルクラロの株組織といいますかそうなんですよそこからエスパルスユースを言っていわせる大学、うん、すごいなんかそうなめにしてますね。 いやしかもこれ面白いのがね、えー、アスルクラロ沼津の下部組織時代の監督、えー、だ,だ、えー、誰だえ現秋田監督の吉田さんだったんです。うん、わなるほどね。うんまあ、そういうつながりもあって育ててもらってるわけですね。そうなんですよねだからこそ教え子がそんな形で J1 に行ってのもやっぱりすごいことですよね。なるほど うん、しかも何の因果かというか、やっぱね、清水のレジェンド、長谷川健太率いる FC 東京に行くって。静岡の血がすごいですね。すごいですよね。なるほど。これはね、じゃ、ね、はい、はい。そうなんですよ。じゃあ、なんで FC 東京が、この鈴木純也選手欲しがったかなんですけど。はい、あの、右上の FC 東京の、あの、うん、エンブレムの左見ていただきたいのが。うん、え、渡辺龍馬、今野風、也、内田拓也、中村穂高、林明宏と書いてますが、うん、あの、け。 こう長い期間おけがされてる方々がここにいらっしゃって、特にあの内田選手、中村穂高選手がね、もともと右サイドバックやってたのもありますから、うん、だから彼らがいなくなってどうすんの右サイドバックっていう状態。で、一応ね、この図に見てもらえたら右下には岡庭修斗選手ってま、まあ来季大学、正確には今季からもう特別して入ってるんですけど、大学生が一人いる状態でどうにか二人だったので、うん、足りないね。 中拓海選手だけしかいなかったの、そりゃ惜しいよ、あとちょっと思い出していただ,いたいただきたいのが、皆さんに、うん、あの東京あの、一時ちょっとやばいかもってなってた時期に、はま、うん、ったのが3バックだったんですよ、4バックじゃなくて。鈴木純也選手って、もともと右のウイングバック、左のウイングバック、で右のサイドバック、左のサイドバック、センターバックできる選手なんですよ。 だ彼がいたら4と3をめちゃくちゃ使い分けられるってのもあってそういういろんな適性から取ったんじゃない,いう感じかない。でこれ飽きたとしては貴重な戦力出てしまったっていうのはあるけれども、はい、これもう監督含めてスタッフ含めても J1 に行く鈴木選手を送り出そうってう感じでも、はい、ウェブサイトとかにもかなり載ってたって感じだったので。 こう見ると、あの、伝説のチームから、ハン・ホーガン・鈴木純ジと、J1 ・ A 点が2人出たっていうのがの、うん。なるほど。すごいよね。はいはい。部的な飽きたね、昇格。うん。うん、そんなところだったのかなと思います。はいはいはい。はい。あとはもう、楽しみですね。うん、いや、楽しみでございます。なるほどえ。そして続いてこちらでございます。はい、ありがとうございます。はい。え、柏から浦和、ま、江坂選手ということでございますね。はい、あ、はい。 まあ今回はあの左から見るんじゃなくて右だけまずは見ていきましょうと、うんはい、右の裏側、はい、ちょっと見るアでは違うところではもすでに動画いっぱい出してるんですけどあの真ん中でやあのトップスター集務めることもあると思うんですが、うん、最初左サイドとかから始まるケースもあるんじゃないかなと思いますただねこれなんでそんなこと言うかっていうのねさん <laughs> 生まずは、ね、<laughs> <laughs> 餌が当たる裏側が餌が餌が出て取りましたけどこれね、うん J リーグ史上最高クラスの遺跡と言ってもいいかもしれないなと思っていて、ああ江坂選手一個特殊能力持ってんすよね。まさに問題です。たらん特殊能力。昨年、うん、江坂カ当たるがコンビを組んだ外国籍選手は誰だったでしょうか、うん、<laughs> <laughs> はい、はい。 はいマーさんオルンガさん正解あり何のクイズかと思えば。と、はい、いうことで、うん、あの、ああいうそのなんか、ストライカーとの感覚共有とかっていうのがすごい上手い方だったじゃないですか。ああ、なるほど。ということはってことですね。そうですよね。<ー>でちなみに、あの、江坂さんって、あの、ここ数年、あの、ラストパスの成功数でいったら G1 <ー>トップなんですよ。おお、そうなんだ。 で、今年トップクラスなのが他に小泉義夫ってのがいて、ああああとなってくると、どこからでもラストパスがやってくるチームになっちゃったんですよ、ね。すな,なるほどね。あと、これ面白いのがね、まさみなさん。これ、あの、他にも黄色いマークの選手がね、二人ほどいますけど、はい、夏あの、登録期限は7月16日なんで、江坂、か、井宏樹、ショルツと、うんうん、7月16日以降にこのね、浦和には正式登録されることになるんですが、先なわけですね、はいはい、そうなんですよ。これ 坂井宏樹選手って、スリーバックの右をできる選手なんですよ。はいはいはい。そして、牧野選手ってもともと広島時代、そして去年、おととしとかの浦和でも、スリーの左やってましたよね。そうすると、坂井、ショルツ、牧野ってスリーバック作って、秋元前に出て、田中だったがちょっと後ろに落ちる、江坂が中に入った、3、4、2、1も作れるんですああ、なるほど。うん。ああ。立ち位置だけでも、ガン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 何でもできるってグリッと右回転ですね、時計も。そうなんですよ。ああ、なるほど。 こりゃすげーチーム出来上がっちゃったなっていうのが浦和です。秋元君もいっぱい活躍できそうですね、これはね。そうですね。はいはいはい。でね、もしなんかお怪我だったりとか、あとはちょっとね、体調がっていうふうになっても、そこに控えてるのがね、山中、宇賀神、西関根、武藤、なんだこのメンバーって。なるほど。はいはいはい。ですね。浦和の後半戦、皆さん注目でございます。これは注目だな。ちょっと神戸感出てきましたね。出てきましたね。 ね、ちょ、日本の銀河系軍団。そう、そう、そう、そういうことですね。間違い、はい。日本の銀河系。仲間以外が聞いたら、何んのこっちゃわかんない。わかんない。日本の銀河系で、わかりますから、よく。ええ、そして、左側でございます。まあ、問題はだから、柏ですね。江坂選手がいなくなってしまったので。はい。っていうのはあるんですが、これ、一つチャンスかもしれないです。はい、はい、はい。 あの、これであの、中村康介、おるんが、えさかと、まあ、柏サポからしたらもうシューンとしちゃうけど、うん、まあ、センターラインがみんないなくなったと。確かに。まあ、サッカーをだから作り替える時期になっちゃったんですね、結局。そっか。じゃあ作り替えよう。うもうしょうがない。ああ、そうだね。確かにね。で、実は柏、今ね、あの、J1、J2 の合計42チーム中、1個、うんうん、1> まあ、言い方あれですけど、1個ワーストのデータがあるんです。 ファースト、あのああえてまあそう言いますけど、はい、別に悪い意味ではないです。あ,あそうだ。はい、あのボールダッシュ位置が最も低いチームなんですよ。ああなるほど。平均位置が。<laughs> あのだって川崎フロンターレとかだと。うん 大体この山田選手ぐらいの位置で取ってるんですね。これ山田選手が多いッシュ位置が。そうそうそう。よく見るな、取られてすぐ取り返す。で、レイソルはこのエメルソン選手ぐらいの位置なんですよね。これは何、わざとじゃなくていや、わざとです。わざとなのか。ああ、なるほど。ただ。引き込んでからのカウンターカウンターのイメージもないけどな。だから、そうなんですよ。カウンターのイメージあったのって、去年じゃないもしかすると 監督自身はそういうことしたいって狙ってなくとも、うん、去年一昨年のサッカーがちょっとまだ残っちゃってたんじゃないかなってチーム全体にちょっとまあある種おるんがシステムみたいな<ス>あ<ー>そう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 だけどで餌坂もいたしってのが、うん、これがもう全部なくなったんだからもう抜本的にガンって変えられる時期なんでんなるほど。 でよく見るとね、皆さん、中盤見てくださいと。変えなきゃいけないね、うんはい。レイソルの中盤、え、ドッチ、ヒシャルジソン、え、サチロ、うん、え、シーハシ、大谷、三原。いやいや、すごいよ、メンバーは。やばいんですよ。ああ、日本ね、本当に。あの、あえてセンターバックで奪わなくても、全然、中盤で奪える選手たち揃ってるんで、はい。なるほど。 でなんならね、あの、瀬川選手、中間選手、サビオ選手とかめちゃめちゃ奪えるから、うん、終盤で奪う選手たちを構成しちゃって、うん、みたいな形に切り替えられたら、レイスラーここから浮上するんじゃないのかなとは思っています。なるほどね。うん。ファイターたちにちょっと注目いただければいいかなというところでございます。作り替えるということね。 でもなんかハマればね、また新しいサッカーを見せてくれるすもんね。そうなのよ。楽しみ。めっちゃいい選手揃ってるから。まあちょっとオルンが凄すぎたのもあるでしょうね、あれね。うん。それが、やっぱどこでも起こります。エースストライカーが凄かったらそうなるよ。確かにそうだよね。生かさない手はないもんね、それ。そうですね。はい。でした。はい。え、そして続いてでございます。こちら、ドンと。これもびっくり。広島からですね、まあ控えセンターバックの位置にあいた岩ス選手が。はい、そう。 シミス・えー、清水エスパルスへと移籍することはどうやらなるとのことでございますただこれまあ、さこれ素晴らしい移籍パート2ですございますこれもうん、うん、何かというと岩谷選手ってもともと東京ヴェルディからサンフレッチ広島へ移籍した選手だったんですがここで問題です岩谷、はい、選手がベル茨城選手がまだヴェルディにいた時その時のヴェルディの監督誰だ、うん、ベルディの監督 ヒント、ケン清水、はあ、ロティーナなんはそ,そ,そういうことかはいなるほどねそうなんですなんかもうすっかりベルディ永長井さんのイメージになっちゃったからもう10年ぐらいやってるイメージになっちゃう自分うあるめちゃくちゃありますね、はあ、そうだロティーナさんでしたねそうなんですはいはいはいでロティーナさんってあの、はい、守備的って言われてるじゃないですかよく、はい、でも全然そんなことな,くないんですよただ、 会員してるのがセンターバックの1枚に、ドーンとした選手を1人絶対置くってのがあって、それが例えば、えー、去年セレッソ時代だったらあの、ヨニッチ選手とかセゴ選手、なんか後ろになんかこう絶対クリア数万みたいな感じのセンターバック、必要としてて、で、今年は清水で、えーまあ、大分取りにいたから鈴木義則選手取ってたってところがあったんですが、はいはい、ちょっと先日の試合でね、<ー>ちょっと頭怪我ってのがあって。 ご本人、あの写真とか見ても大丈夫にしてるんですけど、一応頭蓋骨の部分ですので、多分ちょっと長期化するんじゃないかと思われるんですよ。大事を取ってと言いますかっていうのもあるのかな。ですね。で、それだけじゃなくて、一応見ていただきたいのがね、皆さん、んこちらで、はいえー、中村なと奥井エウシーの鈴木と、まあ、エウシーの奥井はそんな長くなけがですけど、ちょっと後ろの方に十字マークがあまりにも多いね、清水。守備陣がね。うーん。 年には年をこりゃ取るね。うんっていうところ。 みたいなとこあるんですもんね。さんはね。い。なんで、広島でそんなに出れ、出られてないっていうところも含めて、だったら、俺のやり方知ってるし、ちょっと来てくれよ、井林くんっていうところで今回取ったんじゃないのかなと思われます。はい。そして、どうやらもう一名ね、あの、ブラジルからロナウドさんというボランチがやってくるみたいなので、もうボランチラインとセンターバックラインに今回、清水は一枚ずつ入ってくる形となりそうです。ロナウドさんってボランチ感ないですね。ないですよね。 つけてほしいですね。ねえ。ただですね、ばあさん。ちょっと、ま、清水の皆さん、ごめんなさいっていうのもあれだけど、怒っちゃう話なので、これは。怒っちゃうはい。はい。実はこの、茨城のロナウド入ると、はい。実は、A 契約登録選手限界まで達します、清水は。あ、人数のうん。てか、見た感じも、怪我人が全員戻ってくるって考えたら、ちょっと多いんですよね。特に2列目。うん。おそらくは誰かレンタルで出るだろうなっていう。 まあ、しょうがないですね、これはね。まあ,あ、そうですね。うん。って感じが起こりす。なるほど、なるほど。うん。うん、そこで対する、今度、右の清水がじゃあどれだけ多いかってのがわかるのが、うん、皆さん左見てください。はい。広島に比べてどう考えても多いでしょ、清水。そうですね。人数ベースで考えても。圧倒的に右サイドとか半端ないですよねそうそうそう。半端ないですよね。いいいいいい 1>, で1人ね、本当はだから、うんあの、もしかすると広島に来るんじゃないかって、ちょっとまことしやかな噂があるのが<っ>、ここの中に入れてないけど、塩、うん、谷司なんていうのもあるかもしれないなと。広島まあ、ないかもしれないけど、見たいねで、ね、でもそうなんですよ、うん、実はあのー、センターバック、佐々木翔選手、荒木選手、今津選手、うん、野上選手が基本出てますけど。うんうん あまりこう、センターバックっていうポジションじゃないところに、まあ、清水選手、長沼選手って二人も入ってるので、うん、センターバックちょっと足りないんですよね、広島としては。したら、<あ>岩井選手とそ,う、ね、そうそうもともと清水選手、ウィングバックの選手ですし、長沼選手もサイドの選手ですから、うん、どうやらでも上福監督が、日本のカイルウォーカリでも育てようとしてるんじゃないかなと、長沼選手を。<laughs> は,いはいはいはい。フォ4バック、3バック使い分けられるような選手になるんじゃないかなと思うんですけどね。 まあいかんせんちょっとセンターバック足りてないで、誰か補強するならば潮田に可能性がある。なんかった時に足りてないってことだよね。そうですね。見たいね、でももう一回広島でね。そうですね。あ<ー>まあ争奪戦になるかもしれませんけどさ、シャドウ。シッカーとかもやるんだもんね。 そうなんですよね。セットプレイも強いしね。まあだから、さてどうなるかと。ミドルもいっちゃうしね。移籍金かからないで年俸だけだから取れるって可能性もあると思うんですけど、日本で争奪戦にもなると思うんで、さあどうなるかっいうことで。ちょっとね、谷さんがどこへ行くかもちょっとね、注目ですね。間違いないと思います。ということで、ちょっと表紙戻りますけど、他にもちょっといろいろ決まったものがありまして、驚きが、まあこれ6月26日の、まあ深夜に決まったっていう感じでしたけど、 ダンクレイさんが、いっちゃうんでしょうああるあはい、アルアハリに決まりました。はい。なんで、もう、行っちゃったどちらかというと、とそう。だ、なんです、ね、サウジの。ね。サウジのアルアハリにことになりましたと。決な,るな。ね<ー>、うん、でも、どうやら、 結構移籍金入るんじゃないかっていうなんかそういう噂もあるんで、セレストとしてはこれちょっと嬉しい話かもしれない。そういう意味ではね、そうか。ですね。でまあ出る人もいればっていうところで、まあちょっとまず新卒のところチラチラっと行くと、はえちょっと僕これ楽しみなのが、え東京ベルディに新しくセンターバック谷口選手が入ります。谷口はいはい。足利秀彦選手ですね。え国士館大から新加入というかまあ元々ユースがベルディなんで、まあ戻ってくるような。 感じなんですけど、あの読みの鋭い系のセンターバックなんですよ。あ、そうなんだね。あの目立ったプレーはあんまりない選手なんですが、それはあの悪いことじゃなくて。それだけあのもうミスのなく、冷静に沈着にこう集中してやってくれる選手なので。楽しみだな。もともとあの世代別代表とかにも結構やってたの、た久保建英選手とかも一緒にやってた時期とかありますから。大物ルーキーが。はい。楽しみです。実は僕あのアジスタにね。 ベルディ栃木さんも、<お>さっきはルビンに行ってたんですけど、えー、この谷口さんの、ね、発表してました、あのあ<っ>試合前に。そっか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 。 いやー。よかった、よかった。僕、当時、高校3年生時点で考えたら、あれ行かないのってのもあったんで、優勝ス昇格しないのってのもあったから。ご存知や。そうですか。楽しみでございます。そしてもう一人、筑波台から明石はですね、こちらも戻ってくるって形ですね。柏ユース、筑波台、そこから戻って加藤拓人選手、やってくる。あの、あの、大谷秀和二世みたいな感じな。へぇー。 またこちらも読みのするというボランチですから、こちらもああちょうどいいタイミングの継承じゃないですか、こは。ですね。ちょっと面白いかもしれません。ほね、他にあと何人かちょっと海外系の方々のお話だけしていこうかなとも思いますが、どうやらね、なんかマリノスに宮内選手が来るんじゃないかいな,なのでこの色なんですね。そうにしてみますね、えー。マリノスいいじゃん。いいよね。えー、サイドウィングの位置だったらちょっと合ってるし。そんなのまこと視野かな 確定じゃないですけどあ多分ねあの今ドイツの2部チーム3部チームからのオファーもあるはずなので。うんうんうん 多分そことの交渉もちゃんと聞いた上でのマリノスを選ぶかどうかって話だと思うからまだ決まってないですけどまあ可能性は。そしてこちらは決定ということで奥川雅也選手もともとザルツブルーンから今年の冬はねレンタル移籍でドイツ一部のアルミニア・ビーレフェルトに堂ン選手と一緒にやってましたけど。 この度ビーレフェルトに完成式が決定したとのことでそういうことなんだはい、うん、おめでとうございますだって長らく続いたザルツブルグに日本人誰かがいるっていうのが、うん、ついに終焉を迎えてしまいました長らく続いてたんだもうだって 七年ぐらいでしょえ南野選手あたりから。サントス、アレサンドロン。あ、そこの時期も含めれば十七年かかる。宮本常さんの、その後空いてるでしょ南野も。そこは空いてるけど。でも南野選手だからでね。クルーズ・ピアノもいましたからね。いたね。あ、いたあそう。っていうのもありましたと。あなるほど。楽しみですね。え、そしてちょっと個人的にはこの人をちょっとずっと入れたくてという話で、あの、もう東京世代のえ初代キャプテン。 坂井大輔先日はね先日までは鳥取にいましたけど昨シーズンまで、はいはい、ながらちょっとね今年になって全然決まってなかったんですどこに行くかっていうのがそれが決まりましてはいはいタイに行くそうなんですよあ日本じゃないかってちょっと残念な部分はあったんですけどちょっと楽しみなのが今サムット・プラカーンの監督があの石井さんえー、すげえ だからなんかすげのちょっとこうなんかね戻ってくる感じもあるんじゃない？えー、なんか楽しいなと思うし。こすごい。大にいらっしゃるんですね。そうなんですよ。えー、あの先日あの岩場で、はい。 あれがあったじゃないですか。ガンバ VS、あのー、えー、タンピネス・ローバーズ。はい,はいはいはい。ACL。あそこで、あの、元ね、あの、千葉ユースとかからね、うん、始まった中村京雅選手、うん。はいはいはい。一面で出たかと思いますけど、ねはい、だ彼も元ね、あの、アンダーセダン代表経験者だったりするので、それがね、そういう選手がこう、アジアで頑張ってチーム引いて、こう、なんか、J チームと対戦するってのも面白いから、うん、ちょっと大ちゃんにはまたそれでまたね、そ,それもちょっと楽しみだなっていうところが、個人的にはあったりします。えー、うスクワクする話ですね。はい。 他にもう一人、ここに名前ないんですけど、もう二人だけ名前を挙げさせてもらえればと。一人がマウリシオさん、なんかバレンシアに行くんじゃないかって話あったんですけど、ポリティモネーシあれからね、そうそうそう、浦和からもね、なんか横やりが入って、結果的にサウジアラビア行くみたいで、あらあらっていう、なんかいろいろあるなと思ったけど、た多分そういうことなんじゃないですか、分からした。らね 結局ね。ですね。なんかあと契約解除みたいな話もあったりするんですけど、多分、うん、ね、結果的に何らかの形でお金入ってくると思うんで、うん、裏分からしたとりあえずよかったなと思っててもらっていいんじゃないかと思いますと。で、もう一人、あのー、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかというか、実は新たな欧州組が誕生することとなりました。はい あの本当ねちょっと覚えてらっしゃるか、もしくはちょっとまあね残念ながら悪いイメージなところはあってしまうかなというのはあったりするんですけど、セルビア一部にラドニチュキというチームがあるんですが、ラドニチュキというチームがあるんですが、そこにですねえ元仙台、道渕良平選手が。ははははいいいい 韓国行ったりとかもねあ、そうか、そうなんですよ。いいじゃないですか。いろいろあった選手ではありますけど、<ー>あのラドニチュケの会長が、なんか、仙台時代からずっと続婚だったらしくて、へ<ー>そうなんですよ。すで、びっくりしたのが、今、道仏選手の代理人、元大宮で活躍していた、えー、ムルジャ選手、うん、あムルジャ選手覚えてますが、今、彼の代理人だったってことで。ムルジャ選手ってセルビア人なの みたい。だから、上っていうところで、そんな中、からどれぐら決まったと。なるほど。うん。なんか、だからね、今いろいろあったけど、だから、ここでね、自分の力で、こう。見せつけてほしいなっていうところですね。はい。という感じでございます。わかりました。ありがとうございます。今回の遺跡でした。ございます。わかりやすかったです。また、ちょっと楽しみ増えちゃった感。 ね、そうですね。ああもうここでもう明らかになんか遺跡の話も増えてきたので夏始まったなって感がありますから <laughs> またね遺跡の話どんどん続々ねしていきたいと思います、ね。ちょっとまた決まり次第教えてくださいよ。確かしこまりました。わか,かりました。ありがとうございます。ということで、えー、ミルクサッカーアカデミー毎日毎朝毎晩やってますんでねいろんなテーマでやってますしチャンネル登録そしてこの動画も、ね、よろしくお願いします。いいね ありがとうございます。ありがとう,ああがとうあ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ皆さんね、お腹出して寝ないようにしてください。エアコンはね、タイマーでやってくださいね。<laughs> ノー,ーマーでした。<laughs> ノーミルクサトウでした。さよならままたねー。